3月21日に行われた WBC ワールドベースボールクラシックの日本対メキシコの準決勝で6対5のサヨナラ勝ちで決勝進出を決めた侍ジャパン。侍ジャパンの劇的なサヨナラ勝利に SNS では米メディアから興奮と称賛の声が続々と上がった。 USA Today 氏の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は、最高の試合、ありえない結末だ。ニューヨークタイムズ氏のデイビッド・ウィルドスタイン記者は、ジャパンの素晴らしい逆転、ただただ素晴らしい、うわお、メキシコには気の毒だったと絶賛した。 WBC の今大会を東京の1次ラウンドから取材している MLB 公式サイトのマイケル・クレア記者は、侍ジャパンが三塁側に並び、ファンにお辞儀をしている。そして彼らは帽子を取ってメキシコベンチに感謝を示した。この大会を愛さずにはいられないと投稿。ニューヨークニューズデー氏のエリク・ボランド記者は、これまでポストシーズンのワンゲームプレーオフやワールドシリーズ第7戦を何度も取材する機会に恵まれてきたが、マイアミのこの試合の雰囲気はそれら全てを含めて最高だった、とてつもないと興奮した。侍ジャパンのとあるプレーにも称賛の嵐だ。このサヨナラ劇で最も特筆すべきは、シュート風強のスピードが 30.4FTS33km/h に達していて、一塁からホームまでにたったの 10.3 秒しか要していないこと、三塁からホームまでは 3.08 秒、ほとんどの選手はこのプレーでホームインできないとのコメントが。これに対して海外の反応では、大谷を追い抜くところじゃないか、大谷に追いつくからスローダウンしたように見える、すごいスプリント、アメージングだ、彼は速いね、めちゃくちゃ速い、速い選手、大谷が遅く見える、しかもハンサムだね、このヒットでサヨナラ勝ちになったのは本当に驚いた、打った時は同点だって叫んだからね。この選手が高速でベースを駆け抜けたところの映像を見れなかったのは残念だった。この選手起用は素晴らしかったからね、驚いたね。これでランナーに三塁、翔平がホームにスライディングと思ったらゲームは終わって、選手がみんなベンチから出てきた。すごいエンディングだったね。カメラはサヨナラのランナーを追えようと思ったら大谷のすぐ後ろにいた。笑い。日本は史上最高のベースランナーも含め最高のメンバーを揃えているね。8回に中野を使って彼を温存した栗山の素晴らしい采配だ。彼は大谷が走るか決めた時には二塁にいるね。笑い。素晴らしいプレーだよ。最初はベンチから出てきた選手かと思ったよ。そして二人ともランナーだったって気がついた。ジェットエンジンを積んでたね。ホームランじゃなかった時は同点だと思ったけど、スライディングしていて驚いたよ。際どい判定になると思ったけど、全くだった。笑い。大谷が自分は足が遅いと気がついた瞬間、素晴らしいスタートだった。判断が素晴らしかったね。余裕だったね。素晴らしい映像。翔平に追いつくぞ W。大谷はホームを踏んだ後、すぐ後ろに一塁の選手がいて驚いただろうね W。大谷が遅く見えるね。笑い。などのコメントが散見されました。また日本中に決勝進出を祝福する声があふれる中、対戦相手のメキシコのベンジー・ギル監督が敗戦後に放ったというある一言に反響が広がっている。アメリカメディア FOX スポーツが MLB について発信する公式ツイッターは、100点満点を表す絵文字を添え、ギル監督の言葉を紹介した。日本が勝った。しかし今夜の試合は野球界そのものの勝利だ。最後の最後まで白熱の試合を繰り広げ、名勝負を見せた日本とメキシコ。ギル監督のこの言葉は日本の野球ファンの間でも話題になっており、本当にその通り、最高の試合だった、名言すぎる、敗戦後にこうコメントできる監督に脱帽、などのコメントが寄せられた。これには日本のファンも、素晴らしいコメントですね、かっこいい、野球の面白さが凝縮されたナイスゲームでした、両チームともとてもいいチームであり、すごい選手ばかりだったという証でしょう。素晴らしい。この言葉には全てが詰まってる。メキシコにとってこの負け方はすごく悔しいと思いますが、試合直後にもかかわらず選手たちはスタンドのファンへ感謝の気持ちを伝えていました。この監督にしてこの選手たちありですね。そして陽気で強いって
最高じゃないですか。本当に素晴らしいチームでした。こういうことは普通言えない。悔しくて悔しくて言えないもの。栗山監督も言ってた通り、ベネズエラ対アメリカやプエルトリコ対メキシコも野球の本質だったし、名試合中の名試合だった。今回の日本の勝利だけがピックアップされるべきではないし、この WBC 大会そのものが今後の野球という興行を盛り上げてくれるだろう。大谷も弱いチームにいるときはあんな感情を表に出さない、カモーンって言ってる大谷見たことありますか。そういう負けられないという甲子園的な要素を含みつつ、世界中のトッププロが集まった今回の大会は間違いなく後世に語り継がれると思いますし、私も子や孫の世代に語っていきたいです。本当にメキシコも含め最高のゲームをありがとう、などのコメントが散見されました。中でも世界から絶賛されたのが大谷翔平。エンゼルスは両チームの選手へのリスペクト行動だ。試合後には自身のインスタグラムを更新、あと一つと綴り、決勝打の村上、エンゼルスの同僚でメキシコの先発として好投したパトリック、サンドバルとの2ショットをそれぞれ公開した。投稿では英語で、なんて試合だ、なんてスイングだ、胸、村上、なんてピッチングだ、サンディ、サンドバルと続けており、敵味方関係なく素晴らしいプレーにリスペクトを示す姿勢が伝わってくる。この投稿にサンドバルも反応し、ありがとうショーン、今夜は泣きながら寝るよとコメント。ファンからは、最高でした、感動の試合でした、あと一つ信じて応援します、などの声が上がっていた。サヨナラタイムリーを放った村上選手は試合後 SNS を更新、自身が写っている写真を投稿した。これに関して海外の反応を見てみると、漫画の主人公みたいな一撃だったな、最高です、この人痩せたら男前だな、表情がリラックスしている、本当に良かった、もう余計なプレッシャーもない、明日は爆発するぞ、村上のバットは天からの恵みだ、顔が丸くて可愛い WWW、 吉田のスリーランがあったからこその活躍だね、五光が差して見えるよ、とのコメントが海外でも村上選手の活躍に称賛の嵐となっています。日本は3月22日に決勝で前回大会優勝のアメリカと対戦する。侍ジャパンが決勝に進むのは2009年に優勝した時以来で3大会ぶりとなります。